すいません、ここの1階で生中継なんで10分間だけ静かにしていただくわけにはいきませんか。ああ、はい、いいですよ。あの人気番組神様のボランチのロケなんですか。はい、無理っちゃって本当すいません。すごーい。ご協力感謝します。はい、今日のグルメレポートはレストランラ・ポーゾンからです。たくさんのお客様も集まってくださいました。よろしくお願いします。帽子のカツレツが評判のお店だそうですね。そうなんですね。まあ松丸くん、ふざけないで。真面目ってのは男がこの年になると一番苦手なものなんだ。それシャレードでケーリーグランドが言うセリフだよ。うっ、ほら赤も映れよ。お前売り出し中の声優なんだからさ。やだよ、小学生じゃあるまいし。松丸くんが映ればいいじゃん。売り出し中のイメージキャラクターなんだから。なんといってもこのソースが素晴らしいですね。仕込みに3日かけてます。やだ、松丸くん押さないで。トラブルがあったようですが。なんでしょうね、これは。は？あ、はだ、は。はって読めましたよね。え？ちょっと、いやー！すいません、すいません、すいません、すいません。どうするの？こんなに苦情の電話が来ちゃって。すいません、すいません。部長、大変です。分かってるよ。違うんです、スナック派に大量の注文が。はい。さすがだ松丸くん。本田ちゃんのおかげで歯の商品知名度は一気にアップしたな。ネットでも本田ちゃんの話題で持ちきりだぞ。俺が授けた白い V 作戦は大成功だな。授けてない。で、歯の CM も1日5本に増えるらしいな。本当か。シリーズアニメのゲストも1本決まったから、サブキャラの娘役よ。それから取材が2件、ラジオへの出演依頼も来ているわ。はい、別にパンツのせいで仕事が増えたわけじゃないわよ。たとえきっかけはパンツでも、いい仕事をすればきちんと評価されるわ。でもいい仕事ができなければ当然評価もされないし、次はないから。しっかりね。はい、松丸くんも喜んでくれるかな。歯の CM が1日に5本か。赤のやつ聞いたら喜ぶだろうな。はい、声優になりたいと思ったきっかけはテレビの洋画劇場が大好きだったからです。赤さんはどんな映画が好きだったのかな。オードリー・ヘップバーンの映画です。なるほど。本日のゲストは本田赤さんです。 CM の後も引き続きお話を伺います。ただいま。おかえり。ただいま。よいしょ。
仕事が増えたよって話したかったのに、最近松丸くんと時間が合わないな。おはよう。あ、松丸くん、おはよう。出かけるのか。うん、イベントのゲストと、あとはオンリードリ。日曜なのに。日曜だからイベントがあるんだよ。あ、ちょっと。ここんとこ二人でいる時間なかったし、久々の休みだしさ。あかん。私これから仕事なの。それに何度も言ってるでしょ、私たち別に同棲してるわけじゃないんだから。ああ、面倒だ。彼女でもない女の子と一緒に暮らすなんて。泊まっていいって言ったのは松丸くんだよ。じゃあ俺が悪いのか。もう少し仕事のお金が入ったら出ていきます。別に松丸くんは誰でもよかったんでしょ。彼女に振られて寂しかっただけなんでしょ。俺は赤がお帰りって迎えてくれるのがすごく嬉しかった。行ってらっしゃい。言っちゃった、出ていくって。だって松丸くんが悪いんだよ。ううん、松丸くんは悪くない。火事で焼け出された私を止めてくれて、私は松丸くんの優しさを利用して住み着いてたのかな。もう一度お願いします。はい。お父さん、お帰りなさい。もう少し感情を込めて。はい。赤がお帰りって迎えてくれるのがすごく嬉しかった。はい、ちょっと待ってください。あ、すみません。どうしたの？テンション低すぎるわよ。彼氏と喧嘩でもした？え？そういう普段の生活は結構芝居に出るものなのよ。違います、彼氏はいません。あなたは何度も質問するでしょう。でもその度に私は否定する。ねえ、この関係はずっと続くのよ。ん？あなたの好きなヘップバーンが出た噂の二人のセリフよ。その映画は見たことないです。同性愛と噂を立てられたヘップバーンが唯一の理解者である相手に対して、その噂は違うって否定するの。でも否定を繰り返しているうちに真実の気持ちに気づくのよ。素直に自分の気持ちと向き合いなさい。無理したりごまかしたりすると恋も仕事も破綻するわ。別れたいんならそれもいいけど、お金借りてるんなら清算してあげようか。別れたいわけじゃ。プライベートもビジネスもマネージメントする、それが私のやり方よ。マイキー、私は松丸くんが帰ってきた時、どんな気持ちでお帰りって言ってたんだろう。私は松丸くんが帰ってきて嬉しかった。素直に自分の気持ちと向き合いなさい。赤、ただいま。お帰りなさい。はい、オッケーです、お疲れ様。誰でもよかったわけじゃない。
帰ってこないかな。なあ。ちょっと松丸くん、私のビデオに重ね撮りしたでしょ。って